ポケモンの卵って何が帰るかわからないでしょ。どんな子が生まれてくるんだろうってすごくドキドキした。そして一生懸命温めて帰ったのがこの子。すごく嬉しかったわ。サトシ君を見てるとあなたと一緒に旅していた頃を思い出すわね。見るもの全てが新しくて、世界の広さと伝説の大きさに震えて、チャレンジャーとしてあらゆることに挑み続けて。